ジパングニュースの時間です。SNS 上に韓国代表ユニフォームを着用した選手が、選手村の食堂で食事をしている画像が、第三者によって日本のサイトに投稿され、これが大騒動になっているようです。韓国メディアニュースワンは、東京五輪に出場した韓国代表チームが、自主的に食品を空輸してお弁当を調達している中で、最近、韓国人が対局マークをつけた服を着て、選手村で食事をして、日本語で、夜食おいしいという文を投稿し、大きな話題となったと報じました。韓国選手団は、福島県産食材の提供を懸念して、選手村での食事を避けるために、わざわざ独自の給食センターを設置しており、国内産食材を利用して、韓国選手たちに弁当を提供している。選手たちの安全な食事のために、選手村近くのホテルを丸ごと借りて供給支援センターを作り、放射能セシウム計も用意して、調理過程で食材に濃縮された放射線量を入念にチェックしていると強調。それにもかかわらず、韓国選手が選手村で食事したことは、ルール破りにあたるとして波紋を呼んでいるのだ。同メディアは、日本のネット上での声を取り上げ、選手には罪がない。力を出せるように食べて、韓国で非難されないようにしてと、好意的な意見がある一方で、なぜ、選手村で提供される食事をしているのか、自国民に申し訳ないと思わないのか、帰国して何と言い訳するのか、日本に強制的にやられて、しぶしぶ食べたリンゴで賠償を要求するつもりかと、韓国選手の行動を非難する声も上がっている。このニュースによるネットの反応は、選手のコンディションには弁当だけでは無理でしょう。目の前に安全で美味しい食事があるのに、日本への嫌がらせのために食べることが許されないなんて、反日ファースト代表も大変だね。国を挙げて放射線がどうこう言って、選手村で提供される食事は取らないと言ったのなら、絶対に食べないでほしいし、あちらは意地でも食べさせないようにするのが本来でしょ。本当に放射能とかを気にして弁当にしてたとしたら、これが分かった瞬間に、まず第一声が、日本の食材を食べて大丈夫なのかと選手を心配する声になるのが当たり前だと思うんだよね。それを自国民に申し訳ないと思わないのかという批判が出るということは、日本の食材は放射能があって言ってるのは、韓国の政治活動なんだねっていうことですよね。韓国の選手も、本気で反日思想に染まってる人もいるかもしれないけど、叩かれるのが怖くて、黙ってたり、周りに合わせたりしてるだけの人もいると思う。かわいそうというのは、間違いない。早く、自分たちの今の姿の異様さに気づいて、過去ではなく、未来に目が向けられる国になったらいいのにね。選手村の食事は美味しいだけでなく、各国の代表にベストを尽くしてもらいたいという、純粋な温かい気持ちがベースになっている。どこの国がどうとかではなく、残念だが、彼の国の弁当には邪念が混じりすぎているのだろう。温かい、美味しい食事を求めるなら、選手みんなで声を上げて異を唱えればいいのです。日本へ旅行に行きたい韓国人は、そのことを韓国内で口に出せばいいのです。でも、そうすると韓国では総たたきになるのですね。それが韓国です。それにしても、この国の同調圧力は半端ないね。それだけ反日感情がひどいのだと暗淡とさせられる。同調しない人間は、まるで非国民扱いにされるから、言いたいことも食べたいものもやりたいことも、自分の思いのままにならない、かわいそうな国ではある。他国の選手が、何も気にせず、美味しいと、選手村の食事を食べているのに、韓国だけ、放射能を気にして、弁当。その場にいない人間は、非国民とか、好き勝手言えるが、その場にいたら、自国の異常さに首をかしげるのは当然だろうな。ニュースは以上です。よろしければ、皆様の意見をお待ちしております。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。